皆さんこんにちは。サーサーです。はい、ということでね、本日もご視聴ありがとうございます。今日なんですけれども、巷ですごく話題になっているある食べ物、あるトッピングするもの、てん蒙古タンメン中本北極ラーメン、あともう一つ、でんバター。このバターをね、一本丸ごとこの中ぶち込んだら美味しいんじゃないかって。これめっちゃ辛いんですよ。辛いんだけど、バターってすごく味をマイルドにするじゃないですか。だからこれをね、ちょっと入れるとうまいのよ。もうちょっと入れるとうまいのよ。半分ぐらい入れてもまあうまい気がするのよね。で、全部食ったらどうなのかって。まあちなみにこれね、カロリー517カロリーね、キロカロリーで、これが732キロカロリー、全部で1200キロカロリー以上の食べ物になりますが、大丈夫でしょうか。まあせっかくなんで取っちゃいましょう。一度これ開けません？一度開けましょう。どんなもんなのか見たくないですか？迫力が凄まじい気がするんですが、いかがでしょうか。これはちょっと、あ、カロリーがすごそうです。 This is butter。 いやー、ハードですね。これはもうとても楽しみです。ぶち込んでいきましょう。 Let's dev。 さあ皆さん、いきますよ。バター全部溶かしました。これをそのまま容器に入れまーす。熱そうでーす。はい、ということでね、こんな感じです。まあ卵みたいですね、ちょっとね。うん、てんでしょう、輝いてらっしゃいますよ。もうこれ美味しそうですね、これね。これじゃあそのままね、5分経った蒙古タンメン北極中本ラーメン、順番が雑や、蒙古タンメン中本北極ラーメンをぶち込んでいきたいと思います。いや、ほんとはね、この中にその固体のまま入れようと思ったんだけど、さすがに溶けねえし、溢れるし、食えねえなと思って。これが一番大事なんですよ。北極ラーメンの、この油を入れるとすごく辛くなるんです。いや、どうなんですかね、辛いの苦手な人でも味を堪能できるようになるんでしょうか。気になるところではありますが、そのままぶち込んでいきたいと思います。もう、そのままが美味しそう。じゃあ、いきます。あ、痛っ！くない！とりあえずぶち込んでいきたいと思いますよ。ちょっと待って、めっちゃうまそうなんだけど。こういうラーメンあるよね。むちゃくちゃうまそうじゃん。なんかいろんなバター入れるとこう美味しくないみたいなものたくさんあったけど、これめっちゃうまそうじゃん。これ当たりなんじゃないの。これ当たりですよね。黄金に輝いたこの蒙古タンメン中本、それでは実食いただきまーす。うまい。ちょっと待って、俺の舌がおかしい？むちゃくちゃうまいんだけど。デブ予備軍？いやマジで美味しいんだけど。一口目だから、昼時だから、お腹が空いてるから。ちょっと待って、もう一口いってみます。うまい。ちょっと待って、こんなに美味しいと思わなかったんだけど。しかも全然辛くね。すごいね、バターって。ピリ辛ぐらいはするけど、北極ラーメンってこれ結構みたいな辛みが来るんですよ。全然辛くない。辛いわ。でも美味しい。ちゃんと全部食べましょうか。スープはごめんなさいしていい？ちょっと待って、くどいっす。やっぱりね、物は適度に使うべきで、適度に入れるべきなんですよ。美味しいんだけども、くどい。なんかね、バターのラーメン。何言ってかわかんない。美味しかったです。ごちそうさまでした。スープ飲んでしまいたいんだけど、これ飲んだら大変なことになるんで、まあでも飲んでみたいよね。結論！バターは適度に入れるべき。ありがとうございました。ちょっと、これ飲んでみたくない？ちょっと一口だけ飲んでみていい？
油。ここまで見てくれて本当ありがとう。チャンネル登録本当によろしくお願いいたします。僕にやってほしいことがあったら何でも連絡ちょうだいね。それではまた会いましょう。バイバイにー。